どうもご無沙汰してます。不動産屋の店長です。今日は完結編の動画になります、えー。こちらのお部屋ですね、2ヶ月ほど前に、とある入居者が施設に入ってしまったということで、えー、残地物が非常に多く、こちらの処分をしなければいけないという動画を上げていたものになります。 そのお部屋がですね、なんと今日無事に現状回復が終えたので、そちらのルームツアーを行っていきたいと思います。前回の動画で推定見積もり額はですね、すでに提示済みになっていますので、まあその額踏まえた上で、あの、まあこのようなお部屋になりましたよっていうプチ報告会の動画になっているというふうになりますと。 えー、今回ですね、まあ、ほぼ全部ですね、まあ、残すところは残していたり、一部ですね、まあ、あの、これ以上はちょっとかなりの額かかってしまうということで、残しているような箇所も正直あるのですが、まあ、その点を踏まえた上で、いわゆる新しい方が入るにあたっては、まあ、大きな問題はないというところまで、今回は全部、直させていただいたところになります。例えば、クッションフロア、はい。えー ユニットもですね、これ全部今回は新品に変えました。はい。こういうところですね。はい。バランスが余っているところは変えていないです。ちょっともうここは予算オーバーですね。はい。で、トイレですね。えー、こちらもですね、全部変えました。で、えー、見ていただいた通り、クロスも全面張り替えですね。はい。えー、で、もちろん畳。 前の動画もですね、概要欄に入れておきたいと思いますので、そちらを比較すると、あの、ま、個人的には今回、かなりいい感じに仕上がったのかなというふうに思っております。はい。ぶん見違える雰囲気かなと思います。はい。はい。はい、で、まあ、本当に昨日しなかったばかりということなんで、まだですね、ちょっとクロス集とかも一部する、してしまうところなんですが、 かなり美しく仕上げていただいたなという印象であります。えー、いつもご協力いただいている指定業者の皆様、本当にありがとうございます。はい。最後ですね。はい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。綺麗になっております。はい。で、早速なんですが、えー、なんとですね、明日、このですね、えー、お部屋の素材をですね、実は急遽 え、いわゆる、スーモとかアットホームのですね、えー、ポータルサイトを修正しましてあげたところ、えー、早速内定依頼が入りまして、えー、思いのほか高スタートできそうな状態になります。はい。えー、まあそうですね。あの、弊社もですね、いくつかこういう現状回復のですね、え、プロフェッショナル集団、えー、業者様と代理店契約結んでいるんですが、本当にですね、職人さんの一人一人で、まあ個性であったり仕上げ方、異なっていると私は思っております。 えそういったですね、やっぱり貴重な代理店様ですね、あの、いくつか持っていく中で、やはり協業ですね。今時に言うとチームランスという言い方になるかもしれないんですが、あの、こういうふうにですね、あの、やっぱり一丸となってお部屋をですね、まあ本当にいい状態に仕上げつつ、まああとはもちろんオーナー様の負担も減らしつつ、はい。まあ、やるべきところとやらなくてもいいところ、ここをしっかりコントロールするのも不動産管理会社の 大事な業務だと思っておりますので、その点を踏まえた上で、いわゆる三方よしではないんですが、我々、オーナー様、入居様、いわゆるこう、ご希望者様ですね。はい。えー、この三方がそれぞれハッピーになるような、えー、不動産管理経営、これもですね、今後しっかり行っていきたいというふうに思います、えー。今日は無事に完了しましたという動画をお送りさせていただきました。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。